日本東京都港区虎ノ門虎ノ門は東京都港区にある町名。現行行政地名は虎ノ門1丁目から虎ノ門5丁目。芝地区総合支所管内に属する区域の一つ。郵便番号は105-0001。港区の北部、芝地域の北端部に位置する。虎ノ門とは江戸城の外堀にあった城門の名前である。明治六年に城門が撤去された後もその、 近隣地域の俗称として使われ続け、交差点名や都電、地下鉄銀座線の駅名となった。虎ノ門の名が正式な地名に初めて採用されたのは昭和24年になってからである。昭和52年の住居表示実施により芝西久保地区、芝神谷町などを加えて、現在の虎ノ門が成立した。町名を決定する際に、港区は西久保や神谷町とせず、 戦前から、交差点名、地下鉄の駅名として使われ、住民に、馴染みのある虎ノ門の名を採用した。地名の由来となった、虎ノ門歌川広重、名所江戸百景虎ノ門街、青井坂虎ノ門医師2019年8月1日、現在の世帯数と人口は、以下の通りである。区立小中学校に通う場合、学区は、以下の通りとなる。 ザオクラ東京虎ノ門病院気象庁虎ノ門庁舎、港区立教育センター、城山トラストタワー、虎ノ門駅。ありがとうございます。